トルヘビー級トーナメント1回戦5分2ラウンド1本勝負を行います。青コーナー 190.5cm 129kg USA ケリー・ショーリス。赤コーナー 182cm 103kg リングスロシアエメリア・エンコヒョーダーリン。さあ、この第3試合からトーナメントルール5分2ラウンド延長戦は1ラウンド認められています。ワールドタイトル決定トーナメント、これはヘビー級の区分になります。1回戦エメリア・エンコヒョーダルリングスロシア対そしてアメリカからケリー・ショールがやってまいりました。これはまあでかいですね、ヘビー級ですね。でかいですね本当に。両者の体重差は26キロ差ですか。なんかあのヘビー級というのは90キロ以上なんですが、もちろん上限ないんですから、こういうことは ね当然あるんですが、はい、さあどういう戦いになりますでしょうか。おっと上がっていった、ビートトラック、ビートトラック、おっと上がっていった、打撃を得意にしています。そして、まあ、サンボの選手でありますが、おっとっとっと、そういったことを言ってる人がないか、組になった。そしておっ、初めてグラウンドのテクニックだ、初めてグラウンド表情が上に乗ってきます。今まで隠しておりました、そのグラウンドのテクニックはベールの中だった。だ、決まった、腕しげなし、おっと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 、抜けた抜けた、いや早いですねやっぱりね。そうですね、あとも今逃げた、ショールもさすがですね。あ、ちょっとね、カットしますよ、どっか違ってますね。今ですね、選手のどっちがですかね、血がついてますでしょう。ヒョードルの方に血がついてますよね。ブレイク、今の人事よく逃げましたよね。このエメリア・エンコ・ヘオドルは後楽園ホール大会でデビューしたんですが、その後に昨年の12月、トーナメント B ブロックに参加しています。あのヒカルド・アローナ倒しましたからね。そうなんですよ、はい、おっとミドルキャッチした、キャッチしながら、おお、タックル、タックル、26キロ、そしてアクレッション、おお、いろんなものを出してくる、いろんなものを出してくる、抜けられましたね。ケリー・ショールもついてきますね。ついてますね、そうですよね、はい、さすがレスリングプラス柔道のテクニックを持っているケリー・ショール、でかいだけではありません。アキレス腱を取っています、ヒョードル。足関節に関してはちょっと明記ないですね、ケリー・ショールは。そうですか。さあ、ヒョードルの3歩の技、このアキレス腱固め、柔道ロシア選手権優勝、そして3歩ロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権も勝ったことがあります。エメリア・エンコ・ヒョードル、もちろんグローブも練習しています。ジュースになってますね。さあ、ジュースが出た、1ラウンド1分47秒1ラウンド1分47秒とコールがありました。今日は純粋にグランだけで勝負しました ね。あの試合の前では状況を相手によって立ち技か寝技か決めるよと言ってたんですけども、はいはい、まあ、この選手ですね、ボルグハーン率いる、はい、通称オオカミ軍団という、はい、軍団がいるんですけども、その選手の中でもですね、アターエフという選手に並んで、この2人のハンが非常に期待している選手だと言ってました。はい、金原さん強いですね、はい、ヒョードル、ヒョードルのパンチもいいし数も良かったですね。これはヘビー級で、かなりの戦績を残すんではないでしょうか。この選手と台風の目ですね、はい、決してこちらのショールも弱くはなかったですよ ね、 そうですね、はい、しかし、技的にグラウンドの技が1歩いや2歩も先を行っていたようであります。エメリア・エンコ・ヒョードル、大きな歓声を受けながら控え室に戻っていきます。まだ寝技を見せない男が